14人を次々と殺害したとされ今、微笑みの国タイを震撼させています今、タイ国内を震え上がらせているのがエイムと呼ばれる36歳の女です過去8年で14人を殺害した疑いが持たれています 被害者の一人が亡くなったのは、先月上旬のこと。観光地としても有名な寺のすぐ脇、このベンチで被害者は倒れ、その後死亡しました。その様子を防犯カメラが捉えていました。ベンチに座っているのが、エイム容疑者と被害者です。突然。 被害者が崩れ落ちます辺りを見回す容疑者しかし助けることなくその場を後にしました助けに向かったら女性は嘔吐していたわ容疑者もその様子を見ていたけどいつの間にか姿を消していたのその後戻っては来なかった 事件は立て続けに起こります。およそ2週間後にも女性が亡くなったのです。別の被害者が倒れているのが見つかった現場です。この場所にもまた、英文容疑者、被害者とともに訪れているのが防犯カメラに映っていました。階段を降りていくのが被害者の女性です。この先にある川のそばで倒れていました。 声をかけても反応はありませんでした呼吸は途切れ途切れでしたその後現場近くでエイム容疑者の姿が捉えられていますどのようにして殺害したのでしょうか犯行に使われたとみられるのが毒物 我々はエイム容疑者と生産狩りを結びつける証拠を持っていますわずかな量で人を死に至らしめる生産狩り証拠隠滅を図ったのでしょうか容疑者の自宅の庭には何かを燃やした痕跡があり液体が入った瓶も見つかっています 遺族は悲しみに暮れています誇りだった死刑になってほしいわ罪なき人が十四人も捜査に協力している男性は犯行の動機についてこう推測しています 容疑者の動機は金品目当てだと思います川のそばで亡くなった女性からルイ・ヴィトンのバッグが持ち去られています彼女はおよそ20万円の現金を持ち歩いていたそうですまた地元メディアによるとエイム容疑者は被害者に投資話を持ちかけて金を集め返金を迫られると 毒物を飲ませていたといいますその手口については毒物を咳止め薬などと偽って渡したと報じていますさらに警察幹部の元夫も事件に関与したとして逮捕されていますエイム容疑者は調べに対し被害者の一人に生産狩りを与えたことを認めていますただ 殺意については認めていませんさてここからは記者解説です、えー、この隊を震撼させている連続殺人事件なんですが一体どんな事件なのか、えー、取材をしています ANN 万国支局のくすみ記者に解説をしてもらいますくすみさんよろしくお願いしますはいお願いしますえまずですねあの VTR でもあったんですけども改めてこの事件の経緯ですねどんな事件だったのかちょっと説明をお願いできますか はいまあ、タイ国内でも大きく報じられているこの事件なんですけれども、あのー、このエー容疑者逮捕されたのがだいたい3週間前4月の25日、えー、になります。 まあそこで初めてこの事件が発覚したということになるんですけれどもそのきっかけはですね VTR でも防犯カメラの映像があった川沿いでの事件ですねこのゴイさんという方が亡くなった事件ですこれが4月の中旬ですね4月の14日に亡くなったんですけれどもこの亡くなったことをですね少し不審に思った家族 ゴイさんの知人にちょっと頼んでこれどういう経緯で亡くなったのかということを調べていくうちにです、ね、う防犯カメラにゴイさんの被害者とともにこの女性が映っていたと謎の女が映っていたということで防犯カメラの映像などをです、ねまあ、警察と協力して調べていくうちにこエーム容疑者というのが浮上してきたとでこのゴイさんの、まあ、遺体の解剖などから体内から青酸カリが見つかったということで、まあ、毒殺をした疑いがあるということで 4月の25日にこエーム容疑者逮捕されたんですけども、まあ、そのあとになってですね、はい、続々とエーム容疑者の周囲の人たちですねで亡くなっている人が多いとで遺族から次々と声が上がりましてあの、うん、私の家族も亡くなっているぞということでどんどん声が上がって、まあ、よくよく調べていくとエーム容疑者の何らかの形で殺害に関与していたのではないかという話が、まあ、報道、警察の捜査も含めて浮上しまして、まあ、次々と大きな。 ニュースになっていったとまあ、そういうような流れですね。あの今コメント欄にもですね。その14人って信じられない人数ですよね。みたいなコメントも来てたりするんですけど、きみさん今あの14人っていうのは、その am 容疑者の、まあ、周囲を調べたら出てきたっていう感じなんですよ。だからもう知人とかそういうことなんですか？そうですね。あの全く関係のない人物ということではなくて。 でえーまあ、知人友人友、えーまあ、元一緒の職場で働いていた女性もいるんですけどもこの14人というのは男性が2人そして女性が12人になるんですけれども中にはあー彼女のですね元ボーイフレンドもいたりだとかということで何らかの関係がある人に なっていますで、まあ、調べの中で見つかったというよりもですねその亡くなった方の、まあ、ご家族ご遺族の方がですねこれはおかしいぞと私のあ家族もな、まあ、何らかの形で殺害されたのではないかということで、まあ、警察に相談するということがあってどんどんとこう被害の全容というのが分かってきたまだ、まあ、捜査中ではあるんですけども全容が分かってきたという流れですね、うん、やっぱり気になるのはなぜそんなことをしたのかっていう動機の部分なんですけどこの辺というのは何か話は出て 来てますか？そうですね。この被害者とされる人たちのまあ、家族からはですね。その亡くなった方が、a 無容疑者にお金を貸していただとか、投資を持ちかけられて、まあ、何らかのあ額を渡していたというような話もあって、そのお金の話がちらついているんですね。うん、で、まあ、警察も捜査の見立てとしてですね。まあ、お金などをあのまあ、被害者とされる人たちからあ 受け取ってですね返済を迫られたことでそれを拒否するためにというか毒物を使って殺害をしたこれが動機の1つになるのではないかといいう,うに見ていますでそのお金なんですけれども昨日新たに分かった情報としてエーム容疑者はどうもオンラインギャンブルに非常にはまっていた。 期間はああまだはっきりと分かっていないんですけれども彼女に関連する口座で,です、ね、オンラインギャンブルに関するお金の動きというのが3億円以上あったということなんです。 でよくよく調べますとその1日に100万バーツだいたい400万円をオンラインギャンブルに使っていたというような記録も出てきていてです、ねまあ、かなりそのお金に関してはああまあ金使いが荒いというかそういうような事実も出てきています。でまあ、被害者とされる14人の中にはです、ね、その彼女の口座にお金を振り込んでいるというような記録も残っている人もいまして、まあ、こうしたところが動機につながった。 まあ口封じではないんですけど返済を求められてというのが動機につながった可能性があるというふうにも警察は見ていますねうんあのただ、久住さんこれやっぱり映像を見ててもこういう防犯カメラに、ね、映るぐらいですからもう街中ですよね実際これが起こった場所っていうのがねでそういう中で14人という人数しかも8年間という時間もあったここまでこう捕まらなかった。 これなんでなんだろうっていう気もするんですけどどうなんでしょう私も二箇所です、ね、VTR に出てきた2箇所の現場を、まあ、直接見たんですけれども特にその寺なんかですとこれあの、ナコンパトムという、まあ、バンコクに近い県なんですけれどもそこで、まあ、最も有名なあ、まあ、仏教寺院の一つ。 でまあイ仏教国ですので、まあ、かなり多くの人が参拝に訪れますし観光客も来ますかなり人の出入りも多いでそのメインエントランス正面玄関のすぐ脇のベンチでこれ起きているんですよねだからこんなところでそういったことが起こるのかっていうのはすごくびっくりしたというかこんなことが起こるんだというのは思って。 周囲にもです、ね、お店なんかあるんです参拝用の道具なんかを売っているようなお店があってです、ね、そのお店の店員さんもあその被害者が倒れる様子、まあ、そういったのも目撃しているんです。よねでそこにあ、まあ M、容疑者 の女性があ女がいたという話も目撃証言として出てきますでこれだけ人の目がある中で、まあ、どうしてその怪しいとかいう話にならなかったのかなというのは私も疑問なんではあるんですけれども、まあ、あの目撃者の話人の話を聞くとですね、まあ、突然倒れたというのも何か熱中症か何かで調子を崩して倒れたのかなと思ってたというふうに話してたんですね。まあ、タイ年中中通して暑いですかからやっぱりその熱中症の危険なんかもあのベースとして そういうのもあって目撃者からすればですねああトラッジフロアで倒れたんだなと思っていたとでこの後になってこうして大きく報道をされた中であこれは事件だったんだというふうに思うということもあって。 ですね。で、またタイはですね、そのまあ、人が亡くなって明らかな事件性がない場合というのは、その家族の同意がないとその解剖して調べるということもあのないそうなんですね。なので、あの解剖されないまま、まあ、いわゆる仮装されてダビニフスみたいなところで、うん、その毒物が出ないままあの。 まあ、事案として処理されてしまっていた、こうしたことがおそらく8年前から繰り返していて、まあ、今回、まあ、たまたま不審に思った家族の方がこういう防犯カメラの映像なんかの助けもあって、えー、捜査が進展したということなんですけれども、まあ、それがない限りはこのままどんどん続いていく解剖のないまま毒物が出ないままあ殺人繰り返されるということがあったかもしれないですよね。あの今コメント欄に来ている質問でですねその この容疑者完全に単独犯なのというふうな質問グループでの犯行という可能性はないのというふうな質問も来ているんですがそのあたりも含め久住さん、VTR の中にもその警察幹部の元夫が逮捕されてとていうふうな話もありましたその周りの状況というのはどううだったんでしょうかの今のところその犯行グループがあってそのトップがエー容疑者だというようなあ構図というのは出てきてはいないんですけれども、えー、彼女の、えー、元夫 元夫という男ですね、まあ、実際は事実婚であの逮捕されるまでは同居していたようなんですけれども、うん、まあこの男も犯行に関わっていたとして、えー、一昨日ですね改めて逮捕されました。でというのもです、ねえー、その事件のきっか発覚のきっかけとなった川沿いの事件でエで、ねえーム容疑者は被害者のブランドバッグを持ち去って いるんですねでその持ち去ったブランドバッグを、えー、その元夫がです、ね、別の場所に隠したと、まあ、事件の証拠を隠滅するような行為をしていた、まあ、そういう疑いでおととい逮捕されています。まあ、なのでですね、まあ 元夫も今回の事件に何らかの形で関与していたというような状況が出ています、でまたその元夫も警察幹部ということで、うん、こういったところもです、ね、タイの人たちにとってはちょっと衝撃の情報だといいう,うに受け止められていますよね、うん、あとはですね皆さん、気になっているその生産カリの入手経路。 どうやって手に入れたというふうなコメントもありましたし、えー、タイで青酸カリの入手って簡単なんですかっていうふうなコメントもあったんですがこれ、久住さん日本ではもちろん、ね、その厳重に管理もされてなかなか手に入れるっていうのは難しいっていうのがあるタイでももちろん簡単には手に入らないですよね。 あの薬局に行けば買えるかというと、ま、も,もちろんそうではないんですよね、普通に何かを入手しようとしても、えー、生産狩りを簡単に入手するというのはあもちろん難しいです、まあ、ただです、ね、過去にもたびたびタイではです、ね、生産狩りを使ったあ殺人事件というのはあ、ニュースにはなっていまして、まあ、過去の報道なんかを見るとです、ねまあ、インターネット、オンラインで手に入れたというような供述をしているあ容疑者あ、被告なんかもいる状況ですね。 まああのいわゆる私たちがすぐにアクセスできるような通販サイトで売っているかというとそうではないんですけれどもおそらくそのまあ少し深いところダークウェブだとかそういったちょっとアンダーな部分でえインターネットを少しえ掘っていけばそういったものを手に入れられるような土壌というのはタ大国内あるという話も他の事件ではそういうようなニュース経路などが報じられていますね。 なるほどあと、久住さんあのこれ YouTube の方でコメントをもらったんですがタイって死刑制度あるのという,ふうなコメントがあったんですが、まあ、14人という、ね、被害者の数ですしその死刑制度があるんであればっていうところもあると思うんですがこの辺りというのはタイはどういうことになっているんでしょう はい、あのタイも死刑制度は存在しています。まあ、日本と違ってあの薬物によるまあ、死刑ということになるんですけれども、まあ、ただですね。2018年を最後にあの死刑は執行されて、えー、いません。まあ、ただ、死刑制度自体は存在します。で、まあ、これだけのあの被害者がいるというまあ、全ての事案がですね。あのー、まあ。あ 罪として認定されればの前提ではあるんですけれども、死刑という可能性も、えー、あるんですけれども、えー、これまた報じられているんですがと、彼女ですね、今妊娠をしているということなんです。<ー>この詳細はわかんないんですけども、妊娠中だと、まあ、こういう状況になりますと、まあ、死刑判決というのが、まあ制度上判決が言い渡されないというところもありまして、まあ。 刑されるるといいうう表現にななのかどうかかどどわらないんですけども例えば終身刑だとかです、ね、タイはです、ね、あの罪ごとにこう懲役が積み重なっていくシステムになりますのでよく言われる懲役何百年だとか、まあ、そういった、まあ、いわゆる終身刑に近いものになるとは思うんですけれども、まあ、そういった判決が下る可能性というのも、まあ、彼女の状況からです、ね、推測することができます。うん なるほどあの木住さん、まあ、タイでもね今、その画面上でもエイム事件っていう風なことでちょっとお伝えしてるんですがやっぱこれだけの規模というかね14人という数ですから注目度はやっぱ高いんですかね、国内でも。そうですねこれあのちょっと今日の新聞をちょっと用意したんですけれども。 これ今日の新聞ですもちろん最近あの大きな選挙があったんでそこが一面にはなるんですけれどもまだその一面の下の部分ですねこれ A 夢、えー、容疑者の顔です<ー>このぐらいの大きさで 今日も報じられているんですねこれ警察の幹部の会見がきのあ,あったという内容なんですけれども、まあ、ここでですね、まあ、大量の,あの多額のお金をオンラインゲームにつぎ込んでいたと、まあ、そういうような情報が出ているということなんですが、ねまあ、関心も結構高くてですねあのタイの人たちに話を聞いたんですけれども、まあ、知人にまあ誘われて、まあ、毒物を盛られたというようなケースなので結構皆さん自分事と,として捉えて いくら親し,しくても、まあ、そういったお金の話には慎重になった方がいいよねだとか、まあ、何か食べ物を与えられても簡単に食べちゃいけないよねとか、まあ、そういうような形で結構自分事と,として捉えて、えー、いらっしゃる方、まあ、がいらしあの結構多く見られましたねうんいやそういう意味では注目も、ね、まだまだ高いということですからこの先、その真相の部分まだ分かっていないところの解明というのも続いていくのかなというふうふに思います。